バッククロージャーワクワクしました。はい、はい、どうもナイツ花輪です。2024春ドラマベスト3、ドラマの勝手にベスト3をやるやつですけども、めちゃくちゃ見てみましたけど、本数は多分減りましたね。やっぱりさすがに全部は無理でした。ただ頑張ってたくさん見て面白かったですんでね。まず月曜日、まあ今朝ドラは虎に翼ですね。はい、見てますか虎に翼。僕もちょっと見ましたね、ニュースになってたので、うん、そこのシーンを見てそこから入ったって感じでしたけど、面白いですね虎に翼は。はい、まだねこれ途中ですからね。まず月曜日は366日という月9のドラマでしたね、はい、広瀬アリス、前田ゴードンのさんでしたっけ、はい、そうですね、まあ、前田ゴードンさんが記憶がねこうちょっとなくなってちゃうんですね。そこでまあ 3,4 話ぐらいずっと記憶がこうないまま進んでいくんですけども、徐々にこう、まあ、意識が回復してまだそれでも記憶が戻らなくて、最終話ぐらいにやっとこの広瀬アリスさんのことを思い出して、まあ、そこでね2人が結ばれるみたいなね、まあ、話でしたけど、大ふざけもそんななくね、はい、真面目にやっていくっていうのが一番かなと思いましたね。そしてアンメットっていうで、ね、ドラマもありまして、はい、これ見ました。僕見ましたね。やっぱ杉咲花さんの演技ってこう見ててこうすごく来るというか、ね、このストーリーに入っていけちゃうんで、はい、個人的にその芸能ニュースで若葉龍也さんと杉咲花さんのニュースなど見てちょっと僕はワクワクしましたね。若葉龍也さんって大衆演劇のなんか方らしくて、あ、そうなんですね。杉咲花さんと何回か共演されてるみたいなことで、はい、あの二人の演技すっごい上手いじゃないですか。はい、自然でしたね。杉咲花さんってうん、はん、うん、とかいいじゃないですか。はい、あれなんかいいし、確かにちょっとその、うん、くすぐられる感じありますね。でも説明する時とか、はい、すっごい、ね、本当のお医者さんっぽくて、はい、で本当2人が脳外科医みたいな感じでめちゃくちゃ見えたので、はい、最終回も最高の最終回で、結構なんか回を増すごとにこうむちゃくちゃ、はい、そうですね、面白くなってきて結構いいドラマでしたよね。すごくいいドラマだった。これも本当真面目系で感動系でもうふざけなしで、うん、めっちゃ良かったなと思いました。で次が9号っていうドラマですね、はい、テレビ東京で深夜やってたんですけど、これは高橋海人くんとかでしたね、はい、1995年のその当時のやっぱりこう、はい、センター街とかのチーマーの構想とか、あの人たちがどういう思いでやってきたのかとかって言って、まあ、それを大人になった安田さんが喫茶店喋りながら回想していくっていうのはなんかすっげー面白くて、なんか映像もかっこよくて、池袋ウエストゲートパークみたいなオープニングとかかっこよかった。あの時代のちょっとそうですね、うん、たまたまうちの実家の近くの人が監督だったんですよこのドラマの。はい、はい、うちの親父に実家帰った時に、はい、ジョージョー君のさ撮ったドラマ見てるとかって言われて、はい、何ジョージョー君って近所にいたんだけど、はい、ジョージョー君があれ監督なんだよっつって、 俺の同級生でジョージョー君っていうのがいて、はい、その人のお兄ちゃんらしいんだよね。だから実際俺とあんまり会ったことないんだけど、はい、それもあってめちゃくちゃ見てめちゃくちゃ面白かったですね。続いて火曜日はね、ディスティニーって言って石原さとみさんと亀梨君ですか、はい、やっぱりね亀梨君も劇団スティックにも来ていただきましたからお会いしましたね。やっぱりこうディスティニー見なきゃいけないなっていうことで、はい、結構ハラハラ系で面白かったですけどね。考察の感じでしたね、はい、最初からこう、まあ、どんどんこう明かしていくみたいな、うん、最後なんかあんまりさらにこう上回るラスボス感みたいな思ってたよりはなかったんですけど、そうですね、はい、その盛り上がり的にはやっぱそのニュースとかなんかこの記事にバーってなるようなあれではなかったです、ね、ただ毎回この回が終わるたびにあれ次この人真犯人かなみたいな、うん、なんかそれはすごい楽しくて、だからそういう結構最後うわーっていう風になんないのもそれはそれで良かったというか面白かったなと思って、犯人だと思われた役者さんが後にまた違うドラマで犯人だったみたいにちょっと話題になってたね。そしてくるりですね、これ面白かったですよ、メルルさんのやつ、はい、うちの子供とか奥さんがハマってて、はい、僕も初めこうやって流しながら見てたんだけどだんだん面白くなってきて、はい、要するにこれも記憶喪失もんなんですけど今回多いんですよね、はい、メルルが階段から落っこっちゃって、はい、まあ、それ何かが原因で落っこつされたのか自分で落っこっちゃったのかが分かんない、落っこっちゃってメルルのことを好きな男3人が出てきて、この3人と昔どういう関係があったのかとか本当3人と誰を付き合ったのかとか、うん、それを介護を増すことに誰かが分かってくると、まあ、メルルは忘れちゃっているの で、はい、でその3人のうちに誰がきっかけで階段から落とされちゃったのかっていうのも
まあ、どんどん分かっていくっていうので、はい、まあ、だからラブコメミステリーみたいな新しいなんかジャンルで、それすごい面白かったね。だからラジオでも言ったんだけど、はい、なんかこうプールにこう落としちゃった時にこうやって手を出したのが3人いて、はい、それがなんかこう演出的にも面白くて、誰の手を握るのかみたいな、うん、あの回もすごい面白かったから、これはまたすごく人気のドラマで、爆笑問題の太田さんもこれ面白かったってラジオで言ってたから。で続いて火曜日だとお迎え渋谷くんって言って、はい、あの京本大我くんと、はい、あの僕が好きなの田辺桃子さんが、はい、音羽さんの息子なんですよ、京本大我、はい、で音羽さんの娘が京本大我くんと結構年齢が離れていて、その妹を幼稚園に送るんですけど、そこで田辺桃子さんとちょっとこう好きになっちゃって、はい、で京本大我くんはあの結構天才の役者だけど恋愛経験がない役者で、うん、で長谷川京子さんがその役者の事務所の社長で、お前恋愛経験ないんだから保育士さんに恋したんならもうとことん恋しなさいっていうドラマで、設定も結構面白くて、まあ、よかったですね。ドラマの中に要するにドラマの監督とか映画の監督が出てくるんだけど、それがハリウッドザコシショウとチャンス大城さんで、はい、同じような構図で出てくるから、はい、俺なんかあの毎週見てたんだけど、ザコシショウの時と大城さんの日があるから途中あれなんか違うドラマでも大城さん出てなかったって、まあ、勘違いしちゃって、あそのいっぱい出てるような感覚に、そうそうそう、面白かったですね、はい、さあ水曜日はねブルーモーメントって言って、はい、あのヤマピーですね、はい、やっぱヤマミといえばね、あるじゃないですか、救急系のやつ、コードブルーとか、コードブルーみたいな、はい、要するにやつなんでしょうけど、はい、僕ちょっとコードブルーはまだ見てなかったんで、最近なんでドラマ見始めたの、はい、ブルーモーメントっていうのは、まあ、要するにこう気象予報をするスペシャリストで、うん、まあ、現場に急行してやるのもそうなんだけど、事前にこの台風が来るとか、うん、土砂災害が来るとか、そういうのを予測するののスペシャリストがヤマピーで、夕方かなんかのニュースで、あの天気予報士ですかって可愛くやってるんだけど、それはまあ裏の姿で、本当の表の姿はそういう影でめちゃくちゃこうみんなのことをやるっていう、まあ、人で、まあ、それにみんなついてきてみたいなとこで、まあ、人がちょっと亡くなったりいろいろするんだけども、最後ねこう一つになっていくっていうので面白かったですね。お花子の岡部もね出てましたしね。そして水曜日はねちょっとこれしか見れなかったんですよね。木曜日はねリベンジって言って、はい、これねわけわかんなくてめっちゃ面白かったんですよ。なんか初め第1話見た時にね、はい、どうなんだろう、ちょっと続けて見るのきついなと思ったんだけど、はい、その赤楚衛二くんがどんどんやば、闇落ちっていうんですか、はい、だから韓国ドラマみたいなことってなんか書いてあった。僕韓国ドラマよくわかんないんだけど、はい、めちゃくちゃなんですよ。芳根京子さんの妹がこの病院に入院していて、はい、そこをあの内田千佳さんが医療ミスで亡くなっちゃったんですね。でそれを内田千佳さんとかが全部隠すんですね。でそれを本当はそんなもちろん医療ミスは隠しちゃいけないんだけど、赤楚衛二君がその時にもう病院の理事長の立場になっちゃっていて、それをもう隠しちゃったとこからどん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 もうおかしくなっちゃって元に戻れなくなっちゃってっていう話で、それがもう結構もう回が進むごとにもう戻れないだろうってなってて、はい、で錦戸くんはもう初め悪いやつだと思ってたんだけど、はい、実はその赤楚くんとかそういうもっと病院の闇を暴いていく味方というかいいやつだったんですけど、それがまあ最後あの赤楚くんがどうなっていくのかっていうところがめっちゃ面白かったです。ちなみに赤楚衛二くんが初めに記憶喪失になってるので、あじゃあダブル、まあ、この記憶喪失ですね、はい、記憶喪失も、今回6本ぐらいありました、ね、多かったですね、うん、で約束っていうねこれもちょっと記憶喪失系でしたけどね、はい、中村アンさんのドラマで、まあ、連続の殺人事件が街で起きていると、うん、ということで中村アンさんに執着した犯人がやっているということで、その中村アンさんの周りにいる、まあ、最終的にこう4人ぐらいになったんだけど、はい、4人が最後まで誰が犯人か分かんないっていうやつで面白かったですね。あの横山くんでしたっけ、はい、横山くんですね、があのめちゃくちゃあのいい刑事で、まあ、横山くんは犯人ではないんですけど、うん、最終的にあその人犯人だったんだっていう、これはもう絶対言えないんで、はい、見てもらいたいですけど、はい、ただそれも変に矛盾もなくて確かに言われてみたらっていうところ、あじゃあ全部つながる、綺麗につながっていくっていう、すごいだから伏線としてはもう最高のドラマでしたよ。約束はだから結構みんな面白いって話題になってました、はい、木村拓哉さん、木村拓哉さん橋の建設で木村拓哉さんが、まあ、無実なんですけど、はい、やっぱり会社の責任で自分が自首したことで捕まるんだけど、まあでも結局やっぱり無実だからっていうことで、で天海祐希さんが面談に来て本当はやってないんだ
でもこの刑期を終えるつもりなんだって言って、で天海祐希さんが実はそこでガンだったことが分かって、でもう余命がないと。でやっぱり木村拓哉さんは脱走しようと思うんですよね、はい、でもう普通脱走なんかしちゃダメだけど、でも刑期を終えると天海祐希さんはもう亡くなっちゃうのは間違いないから、だから本当の無実をことを証明して脱走すれば誰かがその無実のことを言ってくれるだろうっていう信念で、それに実はあの上川さんもそこ賛成してくれて逃がしてくれたみたいなね、はい、ただこう逃げる時にタラでは逃げれないからこうね、お前俺のこと殴れみたいなところでこう殴って、あのずっとこう抑えながらねこう脱走していくんですけど、まあその脱走していく中で天海祐希さんにも会ったりして、なんで戻ってきたの、絶対刑務所行かなきゃダメだろ、でも本当にやってないんだっていうところ で最後こう進んでいくんだけど、結局まあ無罪になって、小日向文世さんは実はもうめちゃくちゃめちゃくちゃっていうわけじゃないんだけど、まあ、小日向さんがいろいろやってて、でもそこを小日向さんが最後どうなるのかっていうところも注目してもらいたかったですね。あと天海祐希さんも最後ハッピーエンドで終わるのかなみたいな、なくなるのかなみたいなとこもちょっとグッときましたよね。で金曜日はね、イップス、はい、あの篠原涼子さんとバカリズムさんの、はい、まあ、古畑任三郎みたいな、初めにこう犯人が分かっててそれを謎解きしていくっていうので、あの割とその、まあ、古畑任三郎ほどやっぱり三谷幸喜さんのねほど脚本はとてもすごくいいかっていうと、まあ、結構簡単に分かりやすい内容なので、うん、なんかうちの子供とかも見てても分かりやすいトリックだったり、結構あの面白かったですね。でまたあのイップスっていうのが、まあ、篠原涼子さんが、うん、あのバカリズムさんもこうトラウマみたいなイップスがあって、篠原涼子さんはミステリー作家なんだけどここまで書けるんだけどそこから書けない、でバカリズムさんは刑事なんだけど相手を追い詰める時にこううわってなっちゃってできないっていう、その2人がタッグを組んで補いながら事件を、まあ、解決していく でも最後そのイップスも克服できるのかどうかっていうので、まあ、そういう1話完結の話プラスそういうストーリーもあるみたいなところですっごい面白かったですね。これずっとシリーズ化してなんかやりそうな、うん、気もするぐらい面白かった。で犯人も毎回あの結構有名な人が出てくるんですよ、アンミカさんとか、はい、なんか毎回1話ゲストで、それもなんかすごく面白かったですね、はい、ナインボーダーですね、はい、これ見てたらしいですね。そうですね、僕もやっぱナインボーダーなので今29歳、ね、29の代なので年齢的にも、でその撮影地が僕が前住んでた家の近くで、あ、そうなんだ、親近感があって、あ、見たことあるなんて言いながら見てましたね。ナインボーダーはそうだね、だから19、29、39、はい、全員同じお父さんお母さんに生まれて3姉妹の話で、はい、なんか、まあ、うちもやっぱり3姉妹がいるから、はい、女子がこう集まった時のあの感じとかもすごい面白い、面白かったし、なんか結構そういうの好きなんだよね、昔からその3姉妹系が好きで、はい、あのパパはニュースキャスターとかもね好きなんだけども、新しい形だよね、10代20代30代、まあでも川口春奈さんがどっちかというと主役っぽくて、うん、松下洸平さんまたこれ記憶喪失です、はい、記憶喪失、またこう結ばれて、まあ、39歳の木南晴香さんも結ばれていく、で10代の子もこう恋愛していくみたいなところで、まあ、三者三様、うん、で高橋克実さんが最後出てくるんだけど、あのちょっと弟が出てくるじゃないですか、はい、あれもなんかすごい展開としてめちゃくちゃ面白くて、うん、その弟だけがすごくね反抗してるというか、うん、初め馴染めないっていうのもなんか良くて、すごい家族感がすごく出てきて、あのナインボーダー面白かったよね。面白かったですね、うん、さあそして金曜日だとね、あれかな、 JK と六法全書っていうね、はい、ドラマ、これ多分ね、まあ、あの新人のね女優さんの子だったんですけど、そうですね、 JK とすごい良かったですね、うん、大東俊介さん、はい、大東俊介さんもいらっしゃる、まあそういうあの脇はすごいんですよ、黒木ひとみさんとかね。そうですね、この子が高沢沙羅さん、あ、そうそうそう、はい、この人すごい良かった女優さん、うん、これから多分どんどん出てくると思います。金曜テレ東だと君が獣になる前にって言って、はい、玉城ティナさんと北山君ですね、北山君ね、はい、でこれ多分刑事の役で出てた深見元貴さんが、俺ね結構何年か前のこのベスト3で、はい、タイトル忘れたな、この要するに北山くんと深見元貴さんの、はい、あのドラマを1位にしたんだよ、はい、あのすっげー怖いドラマやってたの、あ、人が家の中で死んじゃってんのをずっと内緒にして隠すやつあったじゃん、はい、ありましたね、北山くんのちょっとその怖い猟奇的な、あれ、はい、絶対あれのスタッフが同じ人だと俺は思うのね、はい、はい、だから深見さんなんかまた出てたんだけど、はい、深見さんとその北山くんのなんかのシーンの時になんか以前もこういうことあったなとかっていう遊びも入れてたのよ、はい、それは俺も分かったから、はい、多分見てる人は分かんなかったかもしれないけど、だからあその感じ、俺がすっごい好きだったあの怖いドラマのテイストで、はい、これも基本的にめちゃくちゃ怖いのよ、
どういう話かっていうと、まあ、タイムリープの、まあ、ファンタジーものなんだけど、玉城ティナちゃんが要するに芸能の女性のタレントなんだけど、はい、性接待みたいのをもうちょっと悪い人たちにしなきゃいけなくなっちゃう組織に入っちゃって、はい、でもうそれが嫌だからその組織から手に入れた毒ガスみたいのを地下鉄に撒いてもう大量殺人を犯しちゃって、はい、で自分もそこで最後死んじゃう。で北山君も目の前で死んじゃう。で死んだんだけど目が覚めたらまあ過去に戻ってて、でその玉城ティナちゃんのことをもう一回元に戻さなきゃいけないって言って何回もこう生まれ変わるみたいな話、うん、死なんですけど、はい、最後それがじゃあ成功したのかしなかったのかっていうところで、でベッキーが出てくるんだけど、はい、ベッキーがなんかちょっと色黒で金髪でこうやってなんか片方を結んで、ベッキーはその親がすっごいあの大臣かなんかで、はい、もうすごい家で育っちゃって愛されてなくて全部犯罪をもみ消されちゃってるからもういいように使われちゃって、ベッキーは殺人者の役で出てくるんだけど、そのベッキーがめちゃくちゃ怖いわけ、はい、でやっぱりなんかマツコ・デラックスさんもなんかで、ね、見たけど言ってたんだけど、あ悪人顔だよねって前ベッキーさんのこと、あ確かに強い顔で、そうベッキーさんって結構、はい、ああいう怖い顔の時の方が、はい、すっごい怖くて、それがハマり役で、はい、それなんかね若林くんもなんか番組で言ってたんだけど、はい、バンバン打つのよ、でガム噛みながら追いかけてきて、はい、それが、ね、めっちゃえこれ誰これって初め思って、はい、すっげえハマってたの、それがすっごい良かった、それすっげえ面白かった、うん、なんか漫画なんだけどもともと、はい、それがすごく忠実になってたって言ってみんな褒めてました。さあ土曜日はね、花咲舞が黙ってない、これ今田美桜ちゃん、はい、いいですね、もう本当大好き、僕すごい良かった、まあ、あの脇役もいいし、あの山本浩二さんも最高でしたね、はい、あとあの飯尾さん、はい、ズンの飯尾さんね、ズンの飯尾さんも出てたし、はい、上川隆也さんも良かったよね、菊池凛子さんも良かったよね、要潤、はい、さんもさん、だからもうこれはもうあの半沢系のドラマが好きな人にはもうたまらない、お言葉を返すようですから、で毎回毎回こうねその支店長とかを倒していくっていうね、もう王道といえば王道ですけど、すごい面白かったですね。そしてね、6秒間の奇跡2ですね、高橋一生さんと橋爪功さんがやっていたドラマで、はい、本田翼さんと、今回ねサナビアさんのこの3人に1人ね弟子入りしたいっていう女の人が出てきてね、はい、それが話の軸だったんですよ。それがスパイなのかどうなのか、本当に花火が好きなのかっていうところで、また女性だから本田翼さんのねライバルになるのかみたいなところで、まあ面白かったですね。で高橋一生さんとやっぱり橋爪功さんのこの親子の関係がなんか前回からなんかすごく仲良くなったらしくて、だからこのドラマまたあったと思うんですよね、はい、橋爪功さんがなんかこのドラマすごく楽しそうにやってるのがわかるので、うん、あの雰囲気とかも見てすごい面白かったですね。展開もすごい面白かったですね。で東京タワー、はい、これ良かったですね。めぐみさんエロかったですね。シンプルに永瀬廉くんと板谷由香さんで、めぐみさんとトラビス、はい、トラビスジャパンの松田君、かっこいいね、かっこいいですね、ちょっと興奮しましたよね、うん、とにかくね、あの今若い俳優さんとかいっぱい出てましたけど、シンプルな話でしたけどね、はい、東京タワーってなんかあるんだよね、小説とかね、はい、ありますね、とても素敵で綺麗で、街並みも良くてとてもいいドラマでしたね。そしてね、日テレですとね、街並み照らすやつらっていうあのドラマ、はい、見ましたこれ、僕見てないですね、これね、なんてちょっと不思議というか、まあ要するに商店街の話なんだけど、はい、ストーンズの森本くんが主役で、はい、森川葵さんがまあ奥さんで、はい、ケーキ屋さんで、商店街がもうなかなかこう名越一郎さんが会長なんだけど、うん、全然お金を出してくれないから、はい、もう保険金がもらえるとお金って潤うでしょ、うん、だから家にこう強盗が入ったっていうことにして、偽装強盗を浜野健太さんとかとやるわけ、はい、でそれでお金がもらえたから他の商店街の仲間にもちょっと見ました、やった方がいいよっつって、それであの他の商店街の人もやるわけ、はい、でみんなが やり始めちゃって、警察もさすがにおかしいだろうってなっていくって話で、はい、結構面白かったよ。あとは、土曜日の夜だとオイハンサム2、これやっぱり面白いよね。僕前回もこのオイハンサムすごくベスト3に入れた、はい、そうですね、吉田鋼太郎さんと、これも三姉妹の話でしたよね。だからこれもあのあれ出てるんですよ、木南遥さんと、はい、佐久間由衣さんと武田里奈さんの三姉妹で、木南さんがさ三姉妹2つやってんだよね、ナインボーナーの長女でしょ。あとこれにめぐみさんも出てるわけよ。だからめぐみさんがさ、東京タワーって土曜日だったっけな、なんかめぐみさんが連発で出ててさ、はい、あっちであんなブチブチやってたのに、こっちでなんか普通にシュールなママやってるの面白くて、
確かにそうです、同じ日の時間とちょっとずれてるかもしれないですけど、大江ハンサムがやっぱり好きな人すごく多くて、はい、とにかく吉田鋼太郎さんの役もいい役で、まあ、要するにこう現代のこの説教するわけじゃないんだけど、娘たちのことをちゃんと言うときは言う。で、娘がやっぱりそれぞれがなんか彼氏だったりとか、みんな個性があって、うん、1話でまたなんかこうテーマがあって、はい、それをちゃんとドラマで描いてるっていうので、やっぱいいドラマですよね。でその後にギフテッドっていう、はい、あのこれ第4、多分ワンワンと共同でやってるから4回かなんかで終わっちゃったんだけど、はい、これも2で、はい、マッスーがすごい、はい、あの刑事で、うん、でその何かが見えるっていう子が相棒にいて、浮所君ですかね。あ、浮所君、はい、それで今回あの永山優馬君が人の心を操って人を殺すっていうボスで出てくるのよ。だから永山優馬 VS この2人で対決する、うん、対決して、うん、面白かった。さあで日曜日は光る君へ、これは今もやってますけどね、はい、やっぱ面白いですね。史実にもそういう風にあったと、だから佐々木蔵之介さんと結婚するっていうことも、だから結構加藤茶さんと加藤綾菜さんみたいな感じだったらしくて、なんかそれも松村さんに言ったら結構すごい年の差なんだよとか言って、リアルな話も、まあ、まだ途中ですけどね。あとアンチヒーロー、はい、これ面白かったよね。面白かったですね。結構話題になってたもんね。なんか野村萬斎さんも良かったしね。ほんと1話見た時これどんなドラマなんだろうと思ったけどね。あと木村佳乃さんがすごいキーマンだったよね、はい、だからそこが俺はさすがに気づかなかった。大島優子さんはそうだろうなってちょっと思ったんだけど、はい、そうですね、木村佳乃さんは気づかなかったね。まあ言えませんので見てください、はい、アンチヒーロー悪魔ゲーム、はい、これはもう漫画なのかな、これ第1話すっげえ面白くて、だからやっぱりね、はい、難しくなっちゃってゲームが、はい、最後ね、吉川晃司さんがお父さんで、吉川晃司さんがそうちょっとその悪い組織のボスだったんだけど、はい、まあ、悪魔ゲームっていうゲームをやったらどっちかがこう言ったことを絶対降伏しなきゃいけないっていうルール でその言い出したとこ 人に悪魔が出てきて、はい、悪魔の空間ではもう 何もそのできないと、はい、でゲームを主催した人方に特殊能力を1個つけれて、はい、なんかいろんな得意になるっていうので、だからそういうルールがあるんですよ、はい、それをだからやっぱりよく見てたら分かんなくなるぐらい難しかったけど、1話とかはすごい分かりやすかったし、頭脳戦なんですよ、はい、すっごいだからそういうの好きな人はたまんなく面白かったんじゃないですか。だから俺ちょっとラジオでも言ったんだけど、はい、食パンとかを止めるあのこういう、はい、あれバッククロージャーっていうじゃないですか、はい、あれをバッククロージャーを第何話かで間宮祥太朗さんがあの竜星涼さんにこれバッククロージャーっていうんだよっていうのがあるんですよ、はい、でその最後自分の今思ったことを3つ書いて、それを吉川晃司さんが質問何個かして当てるっていうので、はい、その一つの答えがバッククロージャーなんですよ。それバッククロージャーなんだって俺思ったんだけど、はい、確かに。で吉川晃司さんが、はい、うん、そのもう一つは最近知ったやつかとつってイエスみたいな、それでなるほど、うん、でなんか特殊能力みたいな一個できるじゃん、はい、そしたら間宮祥太朗の記憶を遡る能力をこうやって使うんだけど、はい、それになんか前のバッククロージャーの改造シーンが出てきて、わ、はい、かりましたバッククロージャーって言うんですよ。いやなんでだよと思って、他にもあんだろうと思ってさあ今回ベスト3難しかったな、はい、やっぱりっていうところになるんでしょうね。まあ、でもこれはなんか世間のいろんな評価とか、はい、やっぱりいろいろあると思うんですけど、もう個人的に僕があの好きだったやつですね。じゃあまずはね、第3位が2つあります。あ、2つ、はい、浜崎舞が黙ってないと、はい、おいハンサム2です。はい、やっぱりこのドラマ面白かったですね。で第2位も2つあります。あ、これはアンメットとクルリです。あ、これずるいよな、こんなの。で第1位はアンチヒーローでした、はい、これはやっぱり周りにもね、はい、アンチヒーローのファンが多かったしワクワクしました、はい、はい、長谷川博己さんもかっこよかったということですね。ということで、まあ、今期もいっぱい見させていただきました、また7月からのドラマも頑張ってたくさん見て皆さんとね共有したいと思います。以上ナイツ花輪の自由時間でした。ありがとうございました。さよなら。